リパブリック F-105 サンダーチーフ第465戦術戦闘飛行隊が運用している F-105D 型と F 型 F-105 サンダーチーフはアメリカのリパブリック社が開発した軍用機である。単座単発の戦闘爆撃機で同社の F-84 の後継機である。初めて機体内に爆弾層を持った戦闘爆撃機であり、 その爆撃能力は、軽爆撃機というジャンルを不要にし、F と B を付け間違えたとさえ言われた。しかし、決して戦闘機としての本質を失ったわけではなく、ベトナム戦争では主に爆撃を行いながらも、北ベトナム軍機を27.5機撃墜している。当時の単発戦闘機としては、大きなエンジン出力を誇り、 それを活かして、機動力と搭載量を両立させた本機は、今でいうマルチロール機の先駆けであるとも言える。ニックネームの、サンダーチーフは、同社の戦闘機に与えられてきた、サンダーの伝統に則っ,ったものであるが、それ以外にも多彩な愛称が、現場や関係者から非公式に与えられた。手機として用いられた、当時屈指の戦闘機用大出力。 ターボジェットエンジンである P&WJ75 に、ちなんで、サド、サンダーサド、大量の爆弾を投下することから、地面を掘り返すものとして、ハイパー、ホグ、ウルトラホグの多、e、い、同様に高い爆撃能力から、スカッシュボンバー爆撃機、機体の平面形状から、アイアンバタフライ、センチュリーシリーズの戦闘機の5番目であることから5000と効果の、材質にかけてザ、 ニッケル、戦闘、爆撃、核攻撃をこなす、多用途性からワン、マンエアアフォース空軍、トリプルスレッド、頑丈な機体を作ったメーカーに敬意を表した、リパブリックアイアンなどが知られている。F-105BE に搭載された、P&WJ75 のエンジンノズル部。着陸等の際には、ノズル部分が展開して、エアブレーキの役割を果たす。 リパブリック社は1951年に自社資金でアメリカ空軍向け次世代戦闘爆撃機の開発に乗り出し社内にアドバンスドプロジェクト63を立ち上げた設計主任には P-47 サンダーボルト戦闘機の設計者であるアレキサンダーカートベリーが任命され P-47 の基本的概念を踏襲した AP-63 をまとめ上げ 1952年3月にアメリカ国防総省に提案した。提出された設計案は慎重に検討された結果、9月には正式な開発契約と F-105 の正式名称で199機を生産し、1955年からの配備開始という取り決めも交わされた。AP63 設計案は、 RF-84F のデザインを拡大、発展させたもので、進行時の高速性能を確保するために当時はまだ、大型だった、核爆弾を機内収容する、爆弾層を持つ、大型機となる計画だった。1953年3月には、発注機数が、XF-105 先行量産機37機と、RF-105 偵察機9機に削減され、 10月のリパブリック社工場でのモックアップ審査では搭載予定で開発中のアリソン製 J71 ターボジェットエンジンに十分な信頼が置けないとしてアメリカ空軍は暫定的に P&W 製 J57P-25 エンジンの搭載を要求。これにより J71 の搭載構想は立ち消えとなり試作機2機には J57 が搭載され 量産機ではこれをさらに発展させた J75 エンジンが搭載されることとなった。一方、リパブリック社では F-84F の開発と量産遅延に傍殺されており、その影響で F-105 の開発にも遅延が生じるようになっていたため、1953年末にアメリカ空軍と再調整を行い、 1954年2月になって新たに F-105A2 機と F-105B10 機、RF-1053 機の計1 5機の試作機が発注された。なお開発遅延に伴い、元来は別目的の機体であった F-100F-101 両戦闘機が戦闘爆撃機として採用、運用されている。 試作機 IF-105A 初号機は1955年10月22日にエドワーズ空軍基地で初飛行しエリアルールなどの新コンセプトを取り入れていないにもかかわらずマッハ1.02を記録したただ IF-105A 初号機は同年12月16日の試験飛行中に降着装置の故障で胴体着陸し 修理のためリパブリック社の工場へ戻されたが、1956年1月28日に F-105A2 号機が初飛行し、試験飛行は継続された。F-105 の開発遅延は1956年になっても改善される兆しを見せないものの、同年5月26日には P&W 製。 J75P-3 エンジンを搭載し、エリアルールを適用した胴体とくさび型の、エアインテークを備えた F-105B 初号機が初、飛行し、マッハ2の高速に達したが、膠着装置の故障で、胴体着陸を余儀なくされ、またしても開発遅延の原因となってしまった。なお、同年6月になって、アメリカ空軍は F-105 へ、 リパブリック社から提案のあったサンダーチーフの愛称を承認。1957年度予算には F-105B65 機、RF-105B17 機分の総額1000万ドルを盛り込んでいる。こうした状況下、同年9月10日にノースアメリカン社が開発していた F-107A が初飛行し、F-105 との比較審査が行われたが元から、 保険的意味合いしかなかった F-107A が採用されることはなく、1957年1月にリパブリック社へ対して F-105 の正式な発注が行われた。また、アメリカ空軍では同年11月22日に情勢の変化に対応するため再検討を実施し、アン・アップン -105 全天候ドップラー広報システムの搭載、 コクピット景気パネルの改良、マーク43角爆弾運用能力付与などの追加が指示された。マーチ空軍博物館に展示されている F-105D 初期量産型の F-105B は1958年5月27日から戦術航空軍団に引き渡しが開始され、8月に第4戦術戦闘航空団。 第335戦術戦闘飛行隊が最初に受領した。F-105B は技術的トラブルが比較的少なかったが、アビオニクス関連のトラブルが非常に多く、アメリカ空軍テスト機関やリパブリック社などがその解決に全力を挙げねばならなかった。 アメリカ空軍では65機の F-105B と17機の RF-105 の調達を決定していたものの、後に RF-105 があまりに高価となったためキャンセルされ、結局 F-105B は1959年までに65機が生産されたのみで、その後生産は F-105D に移行した。 F-105D 初号機は1959年6月9日にリパブリック社のファーミングデール工場で初飛行している。アメリカ空軍は当初1400機の F-105D を14個航空団に配備する計画だったが1961年にロバート・マクナーマラ国防長官が機種統一と 国防予算抑制の検知から海軍で採用された F-4 ファントム2の導入を働きかけたため、調達機数は610機に削減され、残りの予算は空軍型の F-4C、D の購入に回された。F-105D は、エンジンを P&W 製 j 7 5 p 1 9トに換装し、アン a s g 1 9サンダースティック加機。 完成装置、NASA R-14A 多目的モノパルスレーダー、システムとドップラーレーダーを搭載した全、天候型戦闘爆撃機で、1960年5月から、第4戦術戦闘航空団への引き渡しが、開始され、1961年3月からは、ネリス空軍基地で編成された第4520、戦闘上院訓練航空団での上院要請が、 開始された。間もなく海外展開部隊への配備も進められ、最初に受領したのは、西ドイツのビットブルック空軍基地に展開する第36戦術戦闘航空団で、1962年には、シュパンダーレム空軍基地の第49戦術戦闘航空団、同年10月に、カデナ基地の第18戦術戦闘航空団、 1963年5月に、板月基地の第8戦術戦闘航空団が、それぞれ F-100D、F スーパーセーバーから、機地転換にしている。F-105 は高性能な短座機だったため、当初からパイロット訓練用に、複座型の開発が、必要視されていた。このため F-105C や F-105E などの、複座モデルが計画されたが、 開発経費の高騰などで実現せず、結局 F-105D を複雑化した F-105F が開発された。F-105F 初号機は1963年6月11日に初飛行し、1964年末までに143機が生産された。KC-135 から空中給油を受ける F-105D ベトナム。 戦争の最初の4年間において、北、ベトナムに対する爆撃攻撃の75%は F-105 によるものだった。ただし本機を特徴づける、機体内の爆弾層は、通常爆弾の運用には適さず、爆装は外装で行われ、爆弾層は燃料タンクの収納スペースとして用いられた。北爆当初北ベトナム空軍のミコヤンミッグ -17、 に撃墜されるという事件が起こり、やはり戦闘機失格という評判を生み、マッハ1級戦闘機である F-100 に、マッハ2級機である本機が護衛されるという屈辱的扱いを受けた。だが結局 F-100 の方は一度もミッグ撃墜の戦果を残せなかったのに対し、本機は果敢にミッグ -17 に挑んで撃墜記録を残し、 戦闘機失格の汚名を返上している。ただし対戦闘機戦闘を行う際は爆弾を途中、投棄せざるを得ず、結果として、北ベトナム空軍は爆撃阻止に成功したことになる。またより高性能なミッグ十一を撃墜した、記録はない。各攻撃能力に傾倒する一方で、制空戦闘機を持たず、本機のような戦闘爆撃機のみ重視したため、 ベトナム戦争のような戦闘での対応に苦しんだことを考えるとアメリカ空軍の判断ミスは大きかったと言える。主力型として生産された D 型からは後方、火器管制、爆撃管制の各装置を連動させた統合自動システムを搭載し出撃から帰還まで自動的に作戦を遂行できるようになった。ただし、 回避軌道などを行えないため使用頻度は少なかった。何機かの F-105 は、レーダー妨害装置を備えたワイルド、ウィーゼル機 F-105G として、敵の地対空ミサイルを破壊する任務に使われた。このベトナム戦争において、北爆の主力として使用された D-F 型創生産数751機のうち、385機が、戦闘や、 作戦中のトラブルで失われ、51機が戦闘以外の運用上のトラブルで失われている。ベトナム戦争終結後は空軍移集兵等の広報任務に回され、1983年5月25日にジョージア州航空隊の第128戦術戦闘飛行隊が行ったフライトを最後にすべてのミッションを終えて退役した。また、 1964年にアメリカ空軍のアクロバットチームサンダーバーズの使用機として採用されたが同年5月に事故を起こしたこととその直後に発生した別の部隊での墜落事故の2つが理由の一時的な飛行停止処置により早々に使用中止となってしまった一方ワイルド・ウィーゼル機の F-105G はその後も長く正規空軍で 第一戦機としても陥られ、1980年代より、徐々に後継機である F4G と交代した。出展、世界の傑作機ナンバー4リパブリック F-105 サンダーチーフ ENF-105 サンダーチーフ初言性能武装、先行する F-101 戦闘機も爆弾装を有するが、本来は、 空対空ミサイル用の弾薬層として設計されたものの転用であり、元来の設計として爆弾層を有する戦闘爆撃機としては F-105 が初である。ほんの少しだが今この時には重要なという意味のスラングでもあるベトナム戦争の際、新艦が不発となった対空ミサイルに撃突されて、ミサイルが機体に突き刺さったまま帰還したという逸話を持つ。 ありがとうございます。